はい、えー、皆様本日は埼玉県主催の上映会とトークショー「秩父名戦技術と文化を今に伝える」にお越しいただきまして誠にありがとうございます、えー、第一部ではですねふるさとの織りと染め「秩父ほぐしなっせ、えー、それとですね「秩父のほぐしなっせ昭和53年の記録を上映いたしますはい、えー、それでは木村さん岩野さん よろしくお願いいたします,しします皆さんこんにちは今日はお天気悪い中にこんなに多くの人が来てくれてありがとうございます私はあの製品は作ってないですけど語り部になって伝えていきたいと思って今がありますそんな私ですが今日は皆さんとお会いできて本当に良かったと思いますよろしくお願いいたします 皆さんこんにちははじめまして、えー、と今年の3月にルリバララ名泉という那須銭加工業のお店を始めました、えー、岩野道と申します今あの映像が流れたと思うんですけれども第1部に出てた若い青年の那須銭職人が私の師匠です。で、えー、と師匠からその那須銭技術を受け継いで秩父で、えー、と3年前にっ 最後の脱線加工場がなくなってしまったんですけれども。もう一度脱線場所を作ろうと思いまして、起用いたしました。よろしくお願いします。今自己紹介をしたように。各々違う関わりで、名線をやってます。あそこ、今、あの工業試験場、繊維工業試験場が出たところが。今は名線。 館になっていますそれを残したのは私たち市民運動だったんですそれでその時に壊しますよって聞いてから3ヶ月で壊すところを町の人たちでこれは守らなくちゃっていうところから私は名声に関わりましたその時は一番しかなかった1997年です。そんな時に町の人は 名銭なんてゴミ集めてどうするのとか何かあんまり人気なかったんですよねあの作用産業を出したからところが調べてみたら名銭ってあの庶民が初めて絹を着た文化なんですよねでこれは面白いっていうことに気づきまして名銭の着物よりも名銭文化絹の文化に興味を持ちました。それが私の出発点です それから歴史を調べれると鎌倉時代今あの畑山重忠ってご存知の人も多いと思いますがあの深谷と合弁になった小「小玉ま」「玉は今は子どもの子に「たま」って書いて「小玉って名前ですけど私の考えだと解雇のたまってて書い玉だからあそこら辺も秩父ももう区分がないから。 秩父の国がいっぱいあったところの中で養蚕が発達していたんではないかと思ってますそれで重忠は頼朝に袴を送ったそうですシルクのねそれは男の袴だから今頼りの町におぶすまっていう地名がありますねそれで江戸時代になれば今度はあの江戸が都になるわけですね。 そしたらあの江戸から秩父は近いけれどにあるわけですよねそれでそこに秩父札所っていうのがありますで札所に見に行く後楽で来る人と今度出会長ってあの江戸で札所の会長をしたんですねでその時に裏絹なんですがネーミングが「花色秩父」っていうのね。 だから、あの引き軍とか、この秩父、地方、深山も含めて養蚕文化がすごく発達したんです、ね。で、絹が取れたからこそ、織物もできるわけですね。で、明治になって今度は富岡って。まあ隣の県になりますけど、富岡製糸工場ができます。それを作った人は皆さんご存知の市バス渋沢栄一なんですよね。だから h さんがいたことでもあの土壌が。 絹織物に合ってたっていうこと全部の条件が一致して秩父地方が産地になってこの彩の国あの埼玉県は井戸りって書きますよねだからあの群馬と並ぶ糸文化なんですね。でそういうことをやってると今度明治時代ができますよね。 明治になるとその富岡製紙でいい糸は輸出品をしたわけ輸出してたわけですねあの映像にもありましたけどそれで,ですよね B の糸は無地で染めても素材が分かっちゃうそこで知恵者がいて模様を織り込めば分からなくなるのじゃないかなっていうところから。 目線が出てくるんですけど江戸だから細かいからっていうことで目線だったのがあの明治になって呉服屋さんいわゆる三越だとかあの伊勢丹とかそういうところは呉服屋さんから百貨店になるわけです。で百貨店の目玉商品がビートから作った目線だったわけ。 でそこにまたあの映像で見てくださったようにほぐしナッセンっていう産業革命があってあの手軽に折れるようになったところでちょっと安くなって庶民でも買える絹織物それまでは絹っていうのは上流客社会じゃなないと着れなかったわけですよねお茶,お茶の水学院の生徒さんが着てた着物菊柄です。それから あとは学習の制服矢がすすりそれも名ですだから絹糸で丈夫な糸ですごい天然素材ですけれども上等な着物が女学生だとかあとは食堂婦人、ねあのー、カフェの女給さんとかそういう人たちがおしゃれ着として着だして 今でアイドルのコスプレってあるじゃないですか。なんかそういうのを混ぜして庶民の人もああ雪物が来たいなっていう感じでどん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 ヒットしていくわけです。だからそういうことも復旧して草木染めから今度は化学染料になっていくわけですよね。それでちょっとそれもコストダウンできて当時で12円ぐらいだったそうです。上等でもね。でも あのシルクはシルクですから12円たら結構高いと思うんですけど当地としてはねそういうもので普及してきましただから呉服屋さんがデパートになったことで名銭の着物がヒットしてモダンガールとかいろいろ出てくるんですけどあとは女性が社会進出でできたんですねだからいろいろな職業のまあ性服っていうか待ち着として着られたのが名銭です。 そこで一番最盛期はやっぱり戦前なんです。で私も戦前のものはあの結構2000枚集めて、その500枚は県立のあの歴史と民族博物館に寄贈してあります。だから公開された時は皆さん見てください。で今はまたちょっと違うことになってますけれども、今の若い人は着物は異文化なんですね。 洋服をずっと着いてるから、だから、みんな憧れるようになってきて、ね、いろいろイヤリングつけたりいろいろ。今日も私もちょっとおしゃれでちゅちュなんかつけていますけど、そういうふうに、東洋と西洋の,あの合流、いわゆる今流行りのコラボにしてもいいと思うんですね。あのパリの印象派、ロシアのアバンギャルトとか、あとアメリカ・モックとか。 アートのののの世界のものを全部衣装で着たのが名泉です。それを今世界の人たちがデザインファッションっていうことの先駆けになってるからすごいとこだなと思って私は名戦に執着してる歴史と文化ですかまた詳しくは後ほどの機会にお話ししたいと思いますので次の方に進んでいきたいと思います。 私が一番最初に「名戦」に惹かれたのは、えー、と高校生の時に読んでた「知人の愛の」の谷崎潤一郎の「知人の愛」の中の直美という、まあ、主人公というか脇役が、えー、と名戦を着ているっていう描写があったんですね。で名戦の名の字って「かなへん」じゃないですか。だから文章の流れとしてはあの記事のことを指してるんだろうなとは思ったんですけど。 金って何だろうって思ってその「名船」っていう言葉がずっと頭に残ってたのが最初の出会いです。でそれから10年ぐらい経ってえっ、ー、とアンティーク市骨董市みたいなところに行った時にすごいかわいい記事があってで店主の人に「これは何なんですか?」って聞いたら「名船だよ」って言われて「あこれがあの時の名船か」って思ったのが始まりです。でそれから、まあ 着物を着るのは好きだったんですけどうちの実家には名銭が一枚もなくてでこんなかわいい着物があるのになんで誰も教えてくれないんだろうって思ってたんですけどちょびちょび集め始めるようになってでずっと会社員をしつつ、えー、秩父に来る5年ぐらい前にアンティークの着物屋さんでアルバイトを副業として始めました。でその時にこうインターネットを見て ちょっっとサボっていたら秩父市の地域おこし協力隊という募集がありましてでそれまでも名船が好きで、えー、足利や伊勢崎や、えー、八王子なんかに行ってみてたんですけれども、えー、どこも今はもう名船を作っていなくて、えー、秩父でしか織本さんがないんですね。でそういう事実もその時初めて知ってで面接に秩父市に行ったんですけれども。 その時名船を着てて、で帰りにあの先ほど木村さんがおっしゃった秩父名船館っていう名船の博物館に寄ったんです。そうすると職人さんがえっと当番で中をこう歩いてて、あその着物は一メートルに三千回寄りがかかってるから涼しいでしょうって言われたんですよ。で、あ秩父にはこんなに職人さんが生きててまだまだ知れることがたくさんあると思ったので。 とりあえず、えー、面接行ってまあ受かるかどうかは分からないんですけどそれからなぜか受かり会社を辞めることになりで秩父に来たのが、えー、ちょうど3年半前の夜祭りの日でした。でそこから、えー、3年間地域おこし協力隊として、えー、名船を作る技術を習いで今年 ではなく、昨年の11月末でその任期が終了しましてで工房を立ち上げようとで3か月の準備期間を経て今年の3月に那須加工業をやっと開くことができました、えー、あの皆さんも聞いてわかると思うんですけどあの3年の修業期間っていうのはとっても短いと思うんです。ただ、えー、と今、 映像に出てきた棚橋庄司さんとあと幾人かの那戦職人の方が、えー、見放さないと言ってくれて今も週に何度か週に1回ぐらいですかねで扉が開いてたら用もなくやってきて職人さんが、えー、とま,まだ見放さず那戦、えー、の仕事をこれからも教えてもらい私も、えー その先でえー、となっと那須銭っていうのはすごく材料線料とか道具とかたくさんお金がかかるものなんですけれどもそれもほぼ皆さんから譲っていただき、えー、全部教えてやるし何もかもタダでやるので早めに弟子を取るようにと言われて、はいえー、今まで自分たちがやってきた那須銭の 仕事をこの先につなげてほしいとそれだけやってくれたらもう全部面倒を見てやるってあの心強く言われているので今後からもあの精進してていこうと思ってますえと古い映像は先ほど見ていただいてその当時のこう、はい、状況っていうのはよく分かったんですけれども現状あの分業体制とか、はい、そういうものってどんな感じになってる 今ははもう分業体制は取れないですね、えー、と皆さんよく染めとか織りとかって聞くと思うんですけれども染めも織りも一番華やかな部分でそこはやる人がいますただその糸を並べる整形とか、えー、型を彫るとか、えー、目に見えない、まあ、下準備みたいなものも え分量制の一つの職人さんとして今までは秩父でえ何人かいらっしゃったんですけれども今秩父に残ってるのは織る人それから染める人あと整形は畑屋さんがやることもあるんですけど糸屋さんも染料屋さんも何もかも秩父にはもうありません。であると関東であるとしたらまああの群馬の桐生とか。 まで買いに行かなくちゃいけなくなってます。で、まあ売るやっぱり売り物ですから、全部そこにコストが乗ってきちゃいますよね、えー。他の工程に至っては、えっ、ー、と新潟まで出すような工程もあります。なので、分業制はもう完全に崩れていまして、今から名前を作ろうと思うなら、全部の工程をできなくちゃダメだよと師匠には言われております。 あのえー、と岩野さんがいらっしゃった3年間いらっしゃった七分名線館、はいはい、そこに行くと大体そのあれですかねあとそれと,、えー、と後継者育成講座っていうのを3年のスパンでやってまして、えー、3年間に一度募集がありますのでもし自分も名泉を作ってみたいっていう方がいらっしゃったら募集 がかかったら応募してみてみくださいただしあの倍率はすごいそうですはい人気なんですねそうですね<っ>面接もちゃんと3年間続けられるかの面接もありますので,そ,で,す、ね、でそんな中あの移住されて、はい、で外からこういらっしゃってその秩父の現状を、えー、と見られたそういう印象とかっていうのはどんなところでしたかね。うん、ギリギリかなっていうとこでしたね。 えと秩父には作る人はまだほんの少し残っているんですけれども、えー、企画したり売る人はもういないなですあと糸養蚕をやる人も私が来た3年半前には7軒あった農産養蚕農家が今たった2軒にすでになっていますこの3年間でそんな感じでもうバタバタとなくなるときにはなくなってしまうのでえっ、ー、と そうですね、誰かやりたい人いませんかっていう感じなんですけど <laughs> ので、ね、今の岩野さんの話を聞いててあの彼女はよそから来て名前を魅力的に感じていていくれる私は生まれ育って意識なく生活してたわけじゃないですかでもあの「明晰化を残すことの運動に関わった時にこれは ここで育った人間としては恥ずかしいって思いがあって今ここまで来たんですけれども名声のの凄さっていうのは染めと織りが同格なんですで着物のこと詳しい人はあの着物は染め物がいい。 それは京都の友禅ですってなるじゃないですかあとあの京都が着物文化ですから織は西人の帯がいいとかって区別されたんですねだから織物染物って言いますよねところが名声は融合ですから私はあの両方がコラボしてから染色物って言ってます。うん、だから旗屋さんの織り手と そもめの屋さんは秩父の場合は文京で畑屋さんが養ってた織物師だったんだそうですでもそうじゃなくてほ氏が始まったことで縦に糸を染めちゃって手抜きをして横糸ができるだから染め師にももっとね脚光を浴びさせないと年配の秩父でやってた人は染めはさ畑屋さんのさ手下なよって感じなんですよね ところはそうじゃなくて、私は染色がなかったらあなたもやってるからわかると思うんですが、染色が先取りしてるんですよ。北師でね。で、横糸は目をつぶってても機械がやってくれます。ガチャガチャガチャ。でもそのまではあれだけの北師なセンスを気使ってやらないとできないんですよね。だから同格ものだと判断してやれば産業2つできるじゃないですか。 染めだから悪いとか折りからいいとかじゃないことになるのが私の理想なんですよね。だからそういうことを誰もご不幸業界は言いません。まして京都は両方売るためには織物染め物分けた方がいいんですよね。それであの流通機構でご会っていうのは庶民に来る前に3倍以上になります。 産地のトン屋さんからトン屋さんに回って値段がどんどんあの上がっちゃうんですよねそういう産業だったからちょっと肝のバラネにもしたと思うんですねだからそういう経済のこととかすべてを改革しないとこの日本の民族衣装としての着物はダメになるんじゃないかなって今新たな危機感がありますそれと一番大事な産業としての 糸を作る養蚕農家が今秩父2軒しかありません。でこれは安い方の,あのインドネシアとか地から輸入すればいいってけど今の状態だったら輸出関係が戦争問題でできなくなるじゃないですか。そしたら折る人折りないよね。はい、<laughs> 糸がないとれないいとのでまず ね、その養蚕農家がもっと脚,脚光を浴びてあ面白そうだなってやっていくようにならないとこの文化は衰退しては危機感は私は非常に感じてるんですけどねそしたら秩父は目線の町ねって言えなくなっちゃうんですよねだからそういうことも含めてもっともっと頑張らなきゃいけないっていう感じがしますよね。はいします で私たちはそう思ってるんですけどねこれからどうなるか分からないんですけれどももっともっとこの名声を着物っていうだけじゃなくてこの折り方とかあの染めの仕方でかあでインテリアに使ったってはいいんじゃないですかそうですね。はい、そういうふうに思ってるんですけどうん、うん、だから今なんとなく名声イコール着物みたいになってるけれども。 ねこういう中でもちょっと明るく花柄があったりそういうことの中に名前文化が入ってきたらそれはそれでまた時代の新感になるかなあなんて名巻きを言ってますそういうこと返して若者はどうですかあはいあえっ、ー、と今日名前っていうのがえっ、ー、と、えー、映像もテーマなんですけれども実は私が今日着ているものは名前ではありませんえっ、ー、と浴衣時に えー、柄をつけているもので10年か20年ぐらい前に私の師匠たちが、えー、新その20年前に新秩父名船プロジェクトというのを立ち上げて昔の名船の柄のものを他に活用しようという取り組みがありましたその時に作った柄の、えー、これは浴衣地になります浴衣だったら今の人でも洗濯機で回せるし着、えー、れると思うので ちなみにこれは私がタダでもらってもらったものなので B 品です。ちなみにここを失敗しております。わかりますかね。柄がずれてるの。それはできできたことは私は知ってるんですけど言わ、はい、ないで言いますね <laughs>。今浴衣文化が流行ってますよね。でも浴衣っていうことは私なんかの年に言ってると湯上がりに着るもの。 お風呂に入る時にこれを着て浴衣を着て入ったんですよね。それをなんで町に聞くのかなってちょっと不満があるのよね。だから浴衣って言わないで町着にして町を歩くお仕上げりにしたいと思うんですよ。これはご服業界が浴衣に名船柄をみんな入れちゃったんです。だからねあの昔は私なんかはあの浴衣は藍染めなんですよね。 大体白か藍染なの。ところが柄をみんな出ちゃうわけ。だから、こういうものが流行ってきちゃって、それを浴衣ですって言わないで、待ち気にしたらどうですかねって思うんですよね。そういう、その今、えっ、ー、と、実際着物を着て、ええー、秩父なり、川越なり。そういう街を歩く若者が増えてきてると思うんですけど、そういうのって肌で感じたりされますか。そうですね。川越とか行くと。はい、もう。 司会の三割ぐらいの人は、着物着てるんじゃないかなっていうぐらい。そうですよね。はい、木村さんなんかどう思われます？あのね、私、それはあんまりね、賛成できないのね。着物を着てるんじゃなくて、着せられてるんですよ。だから、城下町だとか、京都もそうですけど、着物を歩けば、日本文化だと思っているのは、ちょっと間違いだと思うんですよね。で、着るからには着こなす、こなしちゃえば。 まあ、肌と一部みたいなももんんですもんね私もまだ着こなしてないからごめんなさいね <laughs> 修行中なもんですからでもこれは本来なら20代とか若い人が着るの私77でこんなものを着てますけど私はこれが似合わないと思って着てません今でこれはタマムシだから皆さんから見たらちょっと立って,てみましょうか反応するんです光に。ここがね 赤く出たりそれが玉虫色っていう秩父の特色でもあるんですよそ,そういうことが歩かないと見えないだから着こなさないと本当の着物の姿っていうのは見えないからどんどん日常にさっきのおしゃれ着街着として自分で着こなすそういう風にしたら街がもっと綺麗な華やかになって行列で歩かなくてもいいわけじゃないですか で一人で一人で傘さして歩いたっていいわけじゃないですか。買わないで借り切れいいわって済ませたら生産する人も植えなくったらやめちゃうわってなって悪循環してると思うんですよね。だからあの生産する人は消費者が買いたくなるようなものを研究しなきゃいけないじゃない。 だからそ,う、ね、あのそのためには学びっていうのが必要じゃないですか時代を学んだりそういうことをやりながら今度あのお客さんはそれを育ててるためには買ってあげなないいとできないじゃんだから消費者と生産者のいいコンビネーションがないと今は全部古着でいいやとかってで古着を着てる人に聞けば。 新しいものに欲しいものがないから古着を買いますって言うんですよねところがね、古着が好きなのってそうじゃないんだけどあの自分の好きなものを現代にないから買わないんですっていうことになるだからその悪循環がずっと、ま、待ってるのは今の世界中の情勢で強いものが勝ってるわけですよね 弱いからダメなんじゃないんですけど強いものの資本力があるなんていうとそれをみんな今度はカチャカチャカチャなんてネットで真似してるとかなんか個性が薄れちゃってるような気がするんだけどこれは私の老婆心かもしれませんでもねやっぱりもっと自分を大切に生きることが自分を愛することじゃないのかなってで一番名声を集めて感動したのは私がね 愛と祈りがあるんですよ着物にだからね訪問着は捨てても名声はタンスの奥に残ってたそれを私に託してくれた人が全国でいっぱいいるだけでねあの母からあのもらって送られてきたのを今の私はね捨てることできないから預かってくださいとかお手紙がついてるんですよ。それで私は 名声を好きでも嫌いでもないけどその感度があるんですねだからあのそういう人たちの預かり物をちゃんとしなければいけないっていう今度は使命感に目覚めちゃったんですねそしたら使命感が出ると飽きたとか言ってられないんですよねだからこの思いは私は死ぬまで続けたいなと思って私は私が何が何でも欲しいという 名刺を今作ろうとしています。えっ、ー、と例えて言うなら、今型を作ったのは、えー、怪人二重面相柄とえっ、ー、とそれから障子の向こうっていうちょっと夜っぽい柄を作ろうとしてます。でそれだったら私が自分で欲しいって思えるので、人にもあのお金のこと関係なく。 買ってくださいって言えるかもしれないです。はい。なんか名品はやっぱりそのデザインの自由度っていうのがやっぱり高いっていう印象がありますので、うん、それをまあどうこううまくあの皆さんにアピールできるかっていうことなのかなともちょっと思いました。本当に中央に出ていくるようなやっぱり商品作ること、それからみんなで いいライバルを作って、喧嘩するライバルじゃないわよ。だから自分たちのあのことを評価できたり、こうなんていうかなあの学びのところに出るような体制にならないと大変じゃないかなと思うんですね。未来のことを考えたら、まずは子どもたちが好奇心を持ってくれるように何かそういう おもちゃでも何でもいいですけどそういうものに応用しながらあ,あ自分たちの街はいいところなんだなすごいところなんだなって誇りに思っていくだからふるさと志向っていうのはそういうところにあるんじゃないかなって思ってますで今や昭和もレトロだそうです私昭和生まれだからレトロなんだそうですけれどもすぐ歴史は変わっちゃうわけですよね。だから そういうことを考えて、今多分危険だからこういうトークをやってくれたり、映像をやってくれたりしてるんだと思います。だから今がチャンス。今学べばまだ間に合うのかなとは思ってるんですけどね。えっと木村さん、岩野さん、あのとても楽しい興味深いお話をどうもありがとうございました。えっ、ー、と花織人、名戦語り部の木村和恵さん。 ルリバラ名泉店主今の道夫さんでした皆様改めまして大きな拍手をお願いいたしますスキップシティーチャンネルのご視聴ありがとうございましたチャンネル登録グッド評価もぜひよろしくお願いします